逆に僕らはもうだってがっつりもう TRF 世代ですから。本当ですか。ちょうどだから中学生とか小学校高学年中学生高校生ぐらいが、ね、俺だってあの8センチ CD とか今までものだ。でも前桜井さんがあのなんか思い出のあの曲でボイミツガールってあげてくれてすっげえ喜んだんですけど、違う番組でいや実はもうラルク大好きなんですよとか、あといややっぱり M フローだなみたいなことを言ってて、俺ぬか喜びだったのかなと思って。中高生の時に聴いてる楽曲たち、いろんな楽曲がありますよ。それはなるほど、ありがとうございます。それは TRF だけ聴いてるわけじゃないですよ。なんで怒るの。めっちゃ切れる。